村川恵里さんの悲しみの表情を描きました。こんにちは、森田真です。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はですね、主人公の姉様を描きました。親戚の噂とかですね、迷信とかで結婚がちょっと破談になっていくんですけども、その過程で恋心に揺れる主人公の姉様でですね、女心をですね描いたんですけども、やっぱり恋とかっていうのはやっぱ、まあ、人間こうね、どうにもならないこうね、もうすごいこう切羽詰まった感じはあると思うんですけど、それをうまくこう演じてて、あの滝のシーンですね、滝をバックにこう振り返るあのシーンはギョッとしましたよね。あのシーンは絶対これ描きたいと思って今回描いてみました。それとですね、ちょっとこれは関係ないのかどうかわかんないですけど、これのこの青天を衝け、脚本が大森美香さんで、2005年の朝ドラ風の遥かもこの大森美香さんが脚本で、主人公が村川恵里さんで、お父さんがですね渡辺一慶さんなんですね。今回はですね、水戸藩士の藤田東子演じてるんですけども、まあちょっと時系列はちょっと逆転したんだけど、あの地震でですね死んじゃうんですね。だからこの回を大きく言ったらですね、風の遥かのちょっと話というか、その感じがですね、ちょっと僕の中ではちょっと出てたのかなっていうところもちょっと感じて書きました。で、あの悲しみのシーンですね、すごくもうあの目とかあのシーンが結構最初ここうだうだ書いてる時にうだうだまあここかなかなってやりながらやったんですけど、どうにか最後はまあ今回ちょっとうまく持っていけたのかなと思うので、その過程をですねぜひご覧ください。どうぞ。はい、書き出しですね。まあ書き出しはすごく重要だとは思います。やっぱり軸とかですね、動きとか骨格とかの軸をですね、ちょっと書いていってます。今回は正面の顔に近いので、でもその正面っていうのはだいたい左右対称ではなくて、まあ、左右対称っぽくは書くんだけど、やっぱり流れとかですね、そういうのをちょっと意識して、その動き、正面の中でも動きがあるようにこう書けたらいいなって思ったりします。今回の村川恵里さんのあの悲しみの表情ですね、結構あの滝をバックにですね振り返るシーンでも結構ギョってしたあの表情がですね印象にあったので、それもあってすごくね今回は描きやすくてですね、なんかいいのを描けたのかなって、ちょっと嬉しかったですね。今日はちょっと調子良かった感じはしますね。ただですね、ちょっと気合い入れすぎるとですね、結構ねあのここ感動したから書くとかっていう時はですね、なかなかこう書けないことが多いので、ちょっと力を抜いた方がいいかなって思いますね。だいたい調子がいいとですね、なんか調子がいいことに緊張してしまうことがあって、今回も初め出だしがすごく良くてかなり緊張して、これちょっとうまく書かないとまずいかななんて思いながら、ちょっとそういうやらしい気持ちが出ちゃって、あの結構中だるみがしてですね、結構中がうだうだ、もうどう手つけていいか分かんなくて、でもうだやってたのが結構ありましたが、まあ最後はまあまあうまく、まあ、まとめて、まあまあ自分なりにはいい絵が描けたのかなって思います。まあそれでですね、この前回あのマイケル・ジャクソンがどうのこうのを言って笑って終わっちゃったんですけど、まあちょっとその話をちょっとだけしようかなと思います。その中だるみの間にちょっと皆さん見ながらちょっとお聞きいただけたらと思うのですが、マイケル・ジャクソンの This is it っていう、まあコンサートを作るところの映画なんですけども、まあ結構感動しちゃってですね、僕もそのマイケル・ジャクソンは、まあ、あのってはいますけど、あのまあにわかファンみたいな、その時にはまあ亡くなった時ですよね、になって、まあ、よくちょっと聞いたり見たりしたんですけども、こうみんながこう知っているあの CD とかあの音源というか音ですよね、音楽、それとコンサートの音楽はあんまり変わらないのがすごいなって思ったんですね。なんか普通こうコンサートとかこうテレビとかもそうですけど、ちょっと全体的にスピードがこう、まあ、速かったり遅かったりとか、後ろの楽器の音量がですねちょっとちぐはぐで違ったりとかですね、まあ、多少あると思うし、
なんかベテランの歌手とかよくこうなんか歌詞をあえてこう遅らせるとかってこうそういうのがあったりするとなんか違うなっていうかちょっと違和感をこう思っちゃうんですよね。なんだけどマイケル・ジャクソンの場合はみんなが知ってるその CD の音とか音楽を忠実にコンサートでもやろうとしてるところがすごいなと思ってて、みんながあこのこれこれこれこの曲だよねっていうすごい共感がすごいこうある、それプラスまあ最後ちょっとアレンジがあったりはするんだけど、それがすごいなって思って、まあ、見せるしもう感動させてくれる。だからねマイケル・ジャクソンのこう究極的な愛だよって言うんですけど、その来てくれた人に対してどうしたら喜んでくれるかっていうのも彼なりのすごい最大限こう愛を持ってこう考えてるっていうところがやっぱりそこに感動したのかなと思うんですよね。で僕の場合は別にそんなね大それたそんなもうおこがましいですけども、ドラマのシーンとかでもやっぱりみんなが見ているそのシーンだったりその共感できるそのシーンだったりその僕なりにこう忠実にこう再現してこう書いているんですが、個性とかこうオリジナリティっていうのはよし個性出したるでってオリジナリティはこうだとかいうそんななんか大きい声で言うようなことではなくて、多分すごくこうなんとなくこう書いててこうなんかにじみ出ちゃうというかにじみも出ちゃうですね、もう、いうものなんかなってちょっと思うですね。まあそんな風にこう書いていながらですねなかなかうまくいかなかったりするんですけど、まあそんな風にいつも書いてるつもりではいますっていう話をちょっと前回したかったんですけど、はい、そんな話でした。はい、それとですね今週ちょっと書いてた映画をちょっと一つ一つちょっと見てみようかなと思うんですけども、まずアノニマスというドラマ最終回だったんですけど、香取慎吾さんですね、結構いい役でかっこよかったですね。なかなか横顔の結構ねいい感じのところを書いたつもりでいるんですけど、で次はですねこれね走れ K100 っていう僕がすごいちっちゃい頃のほとんど記憶にあるかないかぐらいなんですけど、 K100 っていうなんか機関車でなんか水上も行けるような機関車に乗りながら旅するっていう話 でそれの主人公の、大野茂久さんですかを書かせてもらいましたね。次はですね渋沢栄一吉沢亮さんですね、青天を衝けのの大観様をにらめつける上目遣い、これ下からの光なのかな、なんかこの目のハイライトがすごく印象的で、そこを強調して書いたのと、その後にですねちょっと雨に打たれながら打たれた後かでちょっと涙もしてるような目で、その怒りをどこにぶつけたらいいかわからないこの怒りの目をちょっとこう 主役にして書きました。そしてで最後に満島真之介さんですね、結構こう血気盛んでこうへその上位の感じなんですけども、なかなかいいかっこよく書けたかなとちょっと思いますね。はいはい、以上です。はいはい、それではだいたいだんだんこう完成に近づいてくるんですけど、滝を背景にですね結構ちょっと風を感じる感じもしたので、その髪の毛の感じとかちょっと流れがちょっと出してたら動きがあっていいかなちょっと考えましたね。はい、まあ本当に自分なりによく描けたかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ちょっといい感じに描けたかなって自画自賛的には思うんですけども、また次回も頑張ろうと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。